はい、ゆきまるチャンネルです。いや、ついにですね、ママさんがこの前買ったと言っている皿がね、欠けちゃったんですよ、これ。ねえ、ママさん、これどうして欠けちゃったんですか？ここの皿洗いのカゴがタワーになってて、拭かないから、それで取ったら、ピョンって飛んで、ピョンって飛んで、ガリン。ああ、落としちゃったんですね。落としてはいないんだけどね。ぶつかったんでしょ。弱から。まあ何にせよね、新しいお皿なのでちょっと衝撃がね、大きいですね、こちら。すいません。すいません。まあしょうがない、形あるものはいつか壊れる定めでございます。はいはいはい。あ、で今日はちょっと早いね、晩ご飯を作っているんですよね。そう、デブ活じゃなくてね、痩せ活しないと。ちなみにもうすでにサラダかな、これ。そうと、こんにゃくができております。あれ、ご飯も炊くの？いや、あ、いらない。いや、食べたいな、どうぞ。いや、今日はちょっとご飯いいかなと思ってるんだけど、いるなら。お昼遅かったしね。どうします？お昼食べたばっかで、また夕飯の支度してるから。すごいよね、食べたばっかりでね、また、ご飯どうする？いいんじゃない？いらない？朝食べる分、あのおにぎりにするんだったら炊いとかないと。あ、おにぎり明日食べる？あ、食べないな、リッキー。私はプロテインだから。え、じゃああなた食べないんでしょ？あ、朝はね。ただお昼がね、お昼どうしようかなと思って。ああ、まあ、一応炊いときますか。じゃあサギちゃん、お米を炊きますよ。本日は2合を炊きます。つか、いつも2合だね。あ、パパさん、段ボール捨てに行かないと。あ、そうだね。お、すごい気になってますね、お米を入れる瞬間が気になっているみたいですね。ゆきまるくんは結構人の動きをすごい観察しているので、これ何やってるんだろうってね、こうやって目で追ってる姿がすごい面白いですよね。ほら、何にも入ってないよ。あ、お米だけ入ってるか。あ、今日雑穀米入れますか？はい、入れてください。はい、さあ、ゆきまるくん、こちらお米です。お米、あ、ちょっと気になってるね。はい、できました。これは何ですか？卵の、え、チーズが入ってる。チーズが入ってる、パセリと。へえ。今日はあれか、ご飯いらないね、やっぱり。明日よ。うん、もうヘルシーでいきましょう。はい、ちょっとお昼高カロリーだったから。あ、お昼何食べてきたんですか？え、いいですよ、言っちゃいましょうよ。ケーキ。ケーキ、またケーキですかね、ぎっちゃん。おー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 、ダイエットする気あんのかって言われるよ。確かに、あんなね、ご協力くださいみたいなサムネ作ってさ、そう、みんなにアドバイスを求めておきながら。まあでも食べる時間ちゃんと考えて、はい、1日の摂取カロリーもなんとなく計算してるから、はい、おー、じゃあいい感じということですね、多分。じゃあ、ペギーちゃん、はい、じゃあね、お昼ですよ。お昼じゃねえよ。ご飯食べますよ。お母さん大丈夫ですか？ご飯です、ご飯ね。はい、いただきます。味噌田楽。はい。
ちゃくちゃヘルシーですね。うん、低カロリーです。今日はちょっとお休みだったんですけど、はい、気分転換に外に出て、はい、ちょっとお昼は高カロリーだったので、はい、夜は質素に低カロリーを意識して作りましたね。まあ、ぎーちゃんはね、低カロリーだろうと高カロリーだろうと関係ないけどね。うん、あ、このパセリ入ってるやつうまい。卵、チーズ入ってる。今日はでもバターで焼いてません。うん、大体私卵料理はバター使うんですけど、うん、今日はオリーブオイルにしました。うん、これなかなかチーズが効いてるね。そうですか。うん、あれ、これメカブなんか入ってるの？あ、何も入ってない。あら、そのまま。タレが入ってる。あ、タレ。うん、このこんにゃくもね、いいと思うんですよ、結構。ただ湯通ししてかけただけだよ。串に刺すわけでもなく。うん、興奮気味だね。そのね、今日サラダはね、下にブロッコリーがいっぱい埋まってるんですよ。はいはいはい。あと豆腐と、あ、フラフラしちゃった。豆腐と目、ささみ、鶏ハムをささみで作りましたね。うん、目、高タンパクですね。はい、低カロリーで、うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。あ、じゃあママさんもほらお食べになってください。はい、いただきます。はい、じゃあごちそうさまです。ごちそうさまでした。今日はヘルシーメニューということですけども、ママさんはしばらくね、こんにゃくにハマるそうですね。美味しいですね、こんにゃくって。いや、意外といいと思うよ、こんにゃく。ね、こんにゃく、まあ、何でもそうなんだけど、うん、やっぱり原材料ね、良くて、はい、手作りのね、はい、こんにゃく食べたことあります？ないないない。もうスーパーで売ってるこんにゃくと全然違うんですよ。あんなの毎日食べたらね、いいですね。こんにゃくステーキみたいなね。そう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 。そのなんか出来たてのこんにゃくってどこで食べられたりするの？あ、なんかあるみたいだよ、玉こんにゃくとか。うーん、なんかこんにゃく、なんか前なんか聞いたことある、こんにゃく作る体験みたいな。行きたいね。なんか群馬とかにありそう、うん、まあ、勝手なイメージだけど。そうね。あと私前から言ってるけど、椎茸狩り行きたいんだけど。ああ、いや、だからさ、椎茸狩りとかもね、ゆきまるくんを一緒にね連れてってね、一緒にこう回れるんだったらすごくいいと思うんですよ。そうだね。ね、なんか椎茸狩りをしている姿とかさ、実際に椎茸生えてる姿を見たらもうすごい興味津々で見そうじゃない。おーってね、食べるかね。いやー、椎茸黒いからね。そうそう、だって椎茸の肉詰めをした時もさ、うん、反応がすごい微妙だったじゃん。そうだね。だからね、あんま椎茸が、まあ椎茸狩りはね、行ってみたいけどね、うん、ほら、ダイエットのよく麺が最近売ってるじゃない。あ、なんかこんにゃくの粉が入ってるでしょ、カロリーゼロみたいなやつ、うん、あれじゃなくて、おからの麺は美味しいですよね。おからの麺、おからの粉が入ってで作ってるヘルシーな、ね、あれは一時ハマったんで、またあれにしようかなとか思ったり。マジで味は普通の麺なの？今日買ってきたんですけど。あ、買ってきた。見せましょうか。いや、いいです、いいです、いいですか。そんなわざわざいいですよ。また次回ね、そのおから麺が出る時は多分献立に載ると思うので、その時はまた多分撮影されると思う。今日はおから麺ですとか言って、いろいろね、具を乗せてね、食べるのもいいしね、うん、野菜を乗せてね、はい、まあ、そんな感じで、じゃあ終わりにしましょうか。はい、プラマイゼロで、プラマイゼロで。むしろプラスだ。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。各種 SNS もやっておりますので、インスタグラム、TikTok、Twitter をですね、概要欄の方からフォローいただけると非常に喜びます。そんな感じで、じゃあねー。